こんばんは皆さん、なってるぷかこ。ありがとうございます。 SK48 研究生のキャノンティーこと石川かのんです。マコボンさんありがとうございます。タコさん、マナカさん、ハヤタマありがとう。コーデーさん、クマさんありがとう。はい、キャさん、キャさんです。キャさんです。今日もタピオカ飲みに行きました。なんと今日は昨日ほっそいかなかぐらいからショールームでも行ってたし、行ってないけど、なんかちょっと私の中では行ってたんですけど、そうタピオカに、チーズティーのタピオカに行きたくて久々に行ってきました。イエイ。河内もキャさんの紹介してくれた。嘘、何で、何のやつ。山ちゃんハートありがとう。ついにゴールデンウィーク終わってしまう、終わってしまう、終わっちゃうのか。高飛さんアイスありがとう。ゴールデンウィークか、そっか、終わっちゃうのね。てかまだゴールデンウィークなんだ、人多いんだね。ショールーム、いやそうなんだ、ありがとうございます。じゃあ私もみんなの紹介しようかな。今朝は優しい、本当にやったね。イエー、ママたちさん、山ちゃんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。そうです、今日はねフォーチュナーティーボックスっていうタピオカ屋さんに行きました。タピオカ屋さんっていうかチーズティー屋さん、チーズティーのお店に行って、まあそこもでもタピオカトッピングでタピオカが飲めますみたいな感じです。もともと初めて原宿にできた時に私原宿で行ったことがあったんですけど、すごい美味しかった記憶があったので、久々に名古屋の方でも行ってみました。でも最近ね、なんかねチーズティー、なんか美味しいお店も他にもいろいろあるから、なんかそこじゃなくてもいろいろね美味しいとこできたなって思います。懐かしかったです。なんか前はそこは、そこ行った時はタピオカは頼まなかったんですよ、トッピングはしなくて。で今回トッピングしたんですけど、なんかなくてもよかったかな、それなら普通のタピオカ屋さん行くかなって感じでした。でもチーズティーは美味しいです。はい、キャノティ正直なんで、レビューもちゃんと正直な感想を言いますが、チーズティー飲んだことない。あ、そうなんですか。キャノティーはタピオカ紹介して、あ、いいですよ。ちょっとパソコン持ってこよう。
誰と行ったの？ね、メンバータピオカ部長ですね、私とふゆちゃんとみっちゃんとかいにゃんと4人で行きました。その4人は昨日お泊まりしたメンバーなんですよ。一緒にお泊まりして、その昨日から一緒にいたメンバーで、今日もずっと一緒にいました。なんかね、昨日とペサパラパラ話聞かせて、そうですね、そう昨日はまずカエニャンのお家に、池田カエニのお家に行きました。お泊まりしたんですけど、昨日何やってたっけな、あそうだ、そうレッスンがあって、レッスン終わってから行くってなって、カイニャンのうちに、あ違う、その前に4人で牛丼屋さんに行ったんですよ。そう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 、行って牛丼食べて、カイニャンのうちに行ってピザパーティーをしてから、コンビニのお菓子をたくさん買ってお菓子食べて、気づいたら寝てて、起きたらコメダモーニング行きたかったんですよ。でも起きたら何時だっけな、何時に起きたんだっけな、1時とかかな、わかんない、1時とかかな、そう確か、わかんない、覚えてないや、そう。いや私がずっとコメダに行ったことがなくて、まあ、関東にもあるっちゃあるんですけど、名古屋ほどねないし、なんかやっぱ名古屋の有名なものじゃないですか、コメダもその一つなんで、行ってみたいなと思って、なんかモーニング行きたいなって思って、オクラトーストを食べてみたくて、コーヒー大好きだし、そうモーニング行きたいなと思う、前々から結構前から行ってて、でまあ、もちろんね関東にもあるけど、そう行ったことないから行きたいなって、結構1ヶ月以上前ぐらいからミッサンには行ってて、でもなんかなんだかんだ行く機会がなくて行けてなくて、いやでも行きたいなって思って、お泊まりしてそのままモーニング行ってたら最高だなって思ってその提案をしたんですけど、起きたら1時ぐらいで、まあ待っててでもどうしても行きたかったので、シロノワールを食べました。はい、シロノワールは行きます、食べました、結局行ったんですよ。そうシロノワールは行って、行ってっていうか食べて、でもどうしても私はタピオカが欲しかったので、こちらティーボックスにも行って、いや一回ノナラパール行ったんですけど、ノナラパール行きたいって言われて、ノナラパール行ったけど人混みすぎて、私はフォーチュナーの方が行きたかったので、フォーチュナー結局行ったんですけど、はいっていう感じでしたね昨日の
昨日今日はそんな感じでした。昨日牛丼行ったって言っても一昨日も牛丼屋さん同じとこ行ってるし、結構先週その前とかも割と、まあ、ずっと同じ牛丼屋さん行ってます。フォーチュナーティーワックスは全然人並んでなかったです。うん、全然もう秒で行きました。牛丼今日も行こうと思ったけどさすがにちょっと食べ過ぎたし、家一旦帰ってね、いろいろやりたかったのでやめました。でもあれだね、ナナパールとかまあ別に私はね都内行くことあるからいいけど、名古屋まあ、他のメンバーとかだったらでも絶対ゴールデンウィーク後の方がいいですよね、行くとしたら。ジュエリーできたらやっぱ並ぶから並ぶでしょう絶対。じゃあタピオカの紹介をしたいと思います。ちょっとでもわかんない、見ないと忘れちゃうかもしれない。そうですね、まずじゃあうーん何か言おうかな、タピオカ屋さんの紹介でいいか、タピオカだけじゃなくても。いやパソコンでタピオカって検索して出たやつで思い出すかなと思ってちょっと検索してみます。じゃあまず1個目、アルフレッドティールームっていうとこがあるんですけど、これはあれですね、青山が本店なのかな、私は新宿でここに行きます。アルフレッド・ティールなんか鹿のジアレイとはまた別なんですけど鹿の絵のやつで、私は新宿で結構行ってたかな。普通にミルクティーも美味しいです。うん、美味しい。ここは普通にまあ普通に美味しいです。もう一個次、あこれなんて読むんだろうな、まあ普通オーソドックスに美味しいとこです。ブルプルか、ブルプル、ブルプルっていうところは名古屋にもあります。はい、ブルプルは名古屋にもあって、これは黒糖のやつがめっちゃ美味しいです。あの犬の絵が描かれてるところ。名古屋はめっちゃ最近できた、そう最近名古屋もいろいろ出てきてると思うんですけど、その黒糖、最近黒糖ハマってるのね。そうBULLPULU ってとこです。はい、ここは美味しいです。黒糖が美味しいで、なんかお店の中、名古屋のところはうちは
ナタリンゴ、おつまこ、サーヤと3人で、私含めて4人で行ったんですけど、なんかね、あの千と千尋が流れてました、流れてるっていうか、そう、上映されてましたなんかそういう感じのお店の雰囲気です。これは名古屋駅の方かな。で、あとは何だろうな、ちょっと検索して出てきて思い出したやつを聞きますね。あ、おつまこと、もう行ったことある、何回も行ってるのはやっぱジアレイ。ジアレイは本当に美味しい。ジアレイも黒糖が美味しいです。黒糖抹茶を結構飲むんですけど、黒糖ミルクのやつをちょっと次飲みたいんですよね。いつも黒糖抹茶にしちゃうので。そうで、ここはジアレイは氷少なめがおすすめです。盆栽のやつもさ、ちょっと気になってんだけど、まだ飲んだことはないです。なんか名古屋にもできるらしいのでね。まあゴンチャはみんな知ってるからな。ゴンチャも結構渋谷いるときに行きます、ゴンチャ。まあゴンチャは普通に美味しいよね。うん、ホットタピオカも、なんか最近ホットタピオカ系も多いですよね。なんか名古屋のゴンチャの近くにもね、あんま名前忘れちゃったけど、なんかあったタピオカ屋さんのホットのやつも美味しかった。渋谷よく行ってた、行ってました、めっちゃ。高校の頃は渋谷がめっちゃ好きだった。大学入ってもめっちゃ渋谷行ってたかな。うん、なんかね、小学生の頃にバレエ教室で、小1の頃からなんか東京の方のバレエ教室にも行き始めて、そっから結構東京の友達と遊ぶこと多かったから、小学生ぐらいから結構東京行き始めて、中学の頃はもう原宿大好きみたいな人でした。めっちゃ原宿にいました。で、高校に入ったらちょっと大人になって渋谷とかにも行きだして、でも原宿もめっちゃ好きみたいな。あのタピオカじゃないや、あのカラフルな綿飴とか食べてましたね。ちょ、何だろう、何してたかな。でも、まあ大学はもうインスタ命みたいな感じだったので、割とインスタ映えのためにめっちゃいろいろ行きまくってました。渋原行こうみたいになって行ったりとか、でも新宿結構行くようになったかな。新宿、六本木、恵比寿、秋葉原とか行くようになって、うんって感じかな。だね、スカウトとか確かに多いね。かな。はい、ちょっと話はそれましたが、次は茶タイムね。茶タイムは合ってるよね。茶タイムはめっちゃ好き。初めて茶タイム飲んだのがまだ日本に茶タイムがない時で、オーストラリアにいた時で、向こうで初めて飲んだんですけど、美味しすぎて感動しました。ゴンチャよりも好きかも、茶タイムってぐらい好きです。あとはね、アースカフェとか、
アースカフェはあれが好き、タピオカっていうかワッフル乗ってるやつとか、あれもあれかな、期間限定とかかな、なんか別にタピオカじゃなくても美味しいなって思います。タピオカあんまり分かんない。純粋炭は腹に水にどうって書いて、純粋炭ってところは飲み物が美味しいかな、なんかいちごのやつめっちゃ美味しいです、期間限定みたいなやつかな。でもタピオカがねちっちゃめなんだよね。純粋炭はあの食べ物が何より美味しい、本当に食べ物が癖になります。杏仁とかいろいろいちごとか入ってる食べ物が本当に美味しいので、ぜひ、まあ、持ち帰りっていうか店内で食べてほしいですね。純粋炭の店内で飲むタピオカとかすごい容器が可愛いのでおすすめです。でもタピオカが小さいので、私はどっちかというと大きめのタピオカが好きなので、まあでも、食べ物に関しては純粋炭かなって感じです。あとはコンビニタピオカも割ともうほぼほぼ飲んだことあるんですけど、コンビニのタピオカはね、エミアルとかのやつ、コンビニタピオカは、まあ、ミルクティー普通に美味しい、そうエミアルっていうなんか赤いパッケージのタピオカの方はなんかね割とちっちゃい子は好きかも、なんか甘い感じの、甘いのが好きな人はそっちの方が好きかな。でもファミマのタピオカミルクティーはなんかどっちかというと大人って感じの、なんか本当のタピオカミルクティーって感じ、なんか甘さ控えめで大人の人が好きそうなやつです。私は甘さ控えめの方が好きなのでファミマの方が好きかな。なんか杏仁とかいろいろありますよね。杏仁ミルクも美味しかった気がする。あ、こことか超並んでた。こことかね美味しい。あ、こことかめっちゃ好きですよ私。こことか大好きマンです。こことかもね日本に入る前に海外で初めて飲んだけど、その時からめっちゃ好きです。今どうしても行きたいのは茶花賞です。茶花賞、茶花賞は行きたすぎて今本当になんかもう生きていけないぐらい行きたいです。茶花賞は多分あれかな、新大久保の方とかかな、確か新大久保あたりなんか私が好きな旅行屋さん多いですね。海外ってどこの国？それもオーストラリアかな、確か初めて飲んだの。めっちゃ美味しい。こことか。でいつも行ってるのが、いつもの私が好きってもう何回もショールームでも行ってるのが、なんだっけ。あ、名前が出てこない。あ、ウーセンド、
なんかあれかも、チーズティーのタピオカは正直フォーチュナーティーボックス初めて行った時は感動したけど、なんか宇仙堂行った時はなんかそれ以上の感動がありました。宇仙堂は一番多分あのチーズティーのタピオカに関しては本当、てかタピオカ界一だと思ってます宇仙堂は。でその次にタクシャの茶ってとこが、読み方合ってるのか分かんないんですけど、タクシャの茶合ってるかなが好きで、そこのいちごがおすすめです。それはね前回ブログにも載せたかな、前々回かな、うん、で今日ブログだった、今日ブログですね私。そう、それが、その2つがダントツで好きなんですけど、この2つとも新小岩ですね。新小岩ゴールデンラティオってとこにも行きたいんですけど、先輩たちは確か関東ツアーやってる時に行っててちょっと気になってます。新小岩茶タイムも最近できたしすごい行きたいです。そんな感じかな、もうそろ時間、タピオカの話で終わっちゃったタピオカの話で終わっちゃいましたが、そんな感じかな。なんか他にも思い出せばいろいろありそうな気もするんですけど、まあそんな感じです。じゃあ団長読みしたいと思います。今日でタピオカレベル上がったでしょ、ぜひ回ってみてくださいタピオカ。はい、コンビニよりもぜひねタピオカ屋さんがいいかな、できればって感じです。じゃあ団長読みしていきます。13位、ハムシ、いつも間違えちゃう、ハシムさん、あ待って今壇上変わっちゃった。13位、トムソンさん、12位、タカヒロさん、11位、カズカズさん、10位、タカピーさん、9位、アンキューさん、8位、モナカさん、7位、ヒダイですわですわ6位、ワーコポン、5位、ヤマちゃん、4位、コウセイさん、3位、ヤマくん、2位ジェイさん、1位はみさきくんでした。ありがとう、ギリで落ちました、残念ね。ちょっとね、ちょうど団長が変わりましたね今。カノンさん好きでありがとうございます、嬉しいなありがとうございます。はい、そんな感じでタピオカ話をして今日は終わりました。あとねとても4人でのなんかお泊まり楽しかったです。なんか一人、家で一人でいるとさ、なんか気分的にさなんかうんって感じになっちゃうから、4人とか人とやっぱいると楽しいなって思いました。ぜひまたなんかいろんな人のお家に行きたいなと思っています。楽しかった、めっちゃ本当に、うん。では、あ今日のお洋服かわいいでしょ、なんか握手会とかで着たいなこれ、すごいお気に入り、横浜で買いました。はい、ということでサーヤポーズをしてしまいましたが終わりにしたいと思います。ではでは、また明日、明日は青春ガールズ公演ですね、久々の、はい楽しみです楽しみ。では終わりにしたいと思います。悲しいな、終わりにするのまたね、ありがとうございました。明日またお会いしましょう、バイバーイ。